皆さんこんばんは、おたきんです。前回来させてもらった時は、はるちゃんがちょっと他のお客さんがいましたので撮影はまでできなかったということで、今日はね、はるちゃんに会いに行っていろいろとお話を聞いていきたいと思います。それでは行ってみます。お店の料金のシステムなんですが、1時間ありまして、1時間の間にドリンク、フード、どっちでもいいので必ず一人一つはオーダーをしていただくような形になっております。延長をする際にも同じように、追加料金1時間1000円プラス、ドリンクかフードどっちかのオーダーというになってます。アルコールでもソフトドリンクでも、ワンオーダーしておけば1時間だったら2000あれば全然大丈夫ですね。あ、安いですね。そうですね、すごい気軽に来れる料金システムですね。うん、割かし気軽に来れると思います。結構ね、敷居が高いって思われがちやけど、いざ入ってみたら割かし、結構ね、みんなアットホームな感じで、ありがとうございます。今の時期だったら鍋も結構人気ですね。単品だったら800円、プラス税なんですけど、ご飯セットもしくはその締めにラーメンプラス200で1000円になります。結構安いですよね。結構ボリュームあるんで、その後締めにラーメン食べれるかどうかっていうのだけ、初めての時やったら単品からそのものがいいかなって思います。おすすめのメニューありますかね。もうオムライス1個でしょっていう。あ、オムライス目が入ってたらもうこれかなって。スープと唐揚げポテトがついてくるんで、こういう絵描いてほしいとかリクエストがあれば、お絵かきもセットで1200円です。じゃあこのメイドさんを育成するのにオムライスを食べてもらうっていうのもワンチャンありです。あり、エネルギーチャージで一緒に食べれる場合があると。一緒に食べれる、こちらがドリンクメニューなんですが、ソフトドリンクはだいたい特殊でなければだいたい600円なんです。リーズナブルですよね。飲みに行った帰りとかに入っても全然こう安心な価格ですよね。あっちのね、アルコールメニューとかもねあるんでね。アルコール基本統一700ですね。フローズンっていうものがちょっと値段変わってくるね。900円。可愛らしい感じで映えな感じで、しかも味も美味しいし、あんまりアルコールって感じがせんので、人気ですね結構。ベーコンステーキセット来ました。ボリュームすごい。ご飯とサラダスープついて1200円。やってな。で、紹介していただけますか。あの落ちるような感じでこう、そうですね。その感じでちょっとこう悩みしたような感じで、ここら辺でちょっとな、ちょっとねピントがずれるんで、もうちょっとこう押してもらえますか。あ、大丈夫です。いけますね。もう一回ある、半分こしよっか。半分こしましょうか。ベーコンを半分こ、ね、半分こ。脂身がごついけ、あ、ごついって分からない。脂身がすごいので、入れた半分。グリーンピースは嫌いなんで入れません。ハルさんグリーンピース嫌いなんですね。嫌い、はい、無理。このベーコン、ステーキですか。どっか飲みに行って締めて食べに来るのも全然あり。全然あり。そうですよね。これ今半分になってる感じなんですけど、半分。では早速ちょっといただいていきましょうか。はい、はい、ハルさん、じゃあ先にどうぞ食べてみてください。先にちょっとね、外のカリカリしようって、ね、中のジューシーさもね、ちゃんと合いますよ。結構大盛りでいくんですね、ガサッといくんですね。いい感じですね。一口が大きいんですよ。結構口の中にいっぱい入れて何回も噛むタイプなんですね。こう全然噛まない。あ、噛まない。お餅もあんまり噛まんけど詰まるやろってめちゃめちゃ言われる。
プチサラダ。プチサラダ。ついてる、セットでついてるプチサラダ。あ、キュウリも好き。うん、キュウリは結構丸々1本洗って、うん、その上にマヨネーズをピーって1本かけて、丸かじりすることが多い。基本ね、野菜から食べるタイプなんですよ。おたけさんはどうですか？僕はね、一つずつ全部食べていくタイプです。一つ終わらして、一個一個ずつ片付けていく。先に食べちゃったけどね、うん、かけてからのやつも、さあ試してみましょうっていう。試しましょうか。おー、美味しそうですね。ポテトにかけるのもいいと思いますよ。お、いい食べっぷりですね。濃いソースといい感じに絡んで美味しいですよ。結構可愛いって言ってくれる。めちゃめちゃコーンスープ好きなんですよ。動画の配信中にも、ね、ようコーンスープとか最近飲んでるんだけど、コーンスープの減りが早い、めちゃめちゃ怒られる。まだ飲むんか。はるちゃんとね、半分越したベーコンエッグ、ベーコンエッグちゃうわ。ベーコンステーキ。あ、ベーコンステーキ、ベーコンステーキね。いただきます。うん。グッ。めちゃくちゃうまいこれ。うん。うん。でベジコが飯ね。陽気食べる人はそれの倍ぐらいご飯がもらえます。でも値段は変わりません。ご飯も美味しい。うん。はい、徳島を起点にアイドル活動をしているチームコネンドルっていうグループの春って言います。年齢とかはどうなんですか？あ、非公開です。内緒。秘密。まあちょっとドキュメンタリー風に撮れたいなっていうんで、カメラ回させてもらうんですけど。YouTube で流れます。徳島のね、人が見てくれると思うんで、まあ、全国のファン来ると思うんですけど、幼少時代は、まあ、どんな感じで過ごされましたか？小学校の時はめちゃめちゃガリ弁でした。ただのネクラのガリ弁、うん、ネクラガリ弁友達いないって感じです。うん、小学校の時はなんか運動みたいなのしてました？小学校の時はバスケをちょっとかじったぐらい。バスケはね、1ヶ月ぐらいしか続かなかったかな。あとはもう完全に文系に行ったかなって感じ。吹奏楽とか。ああ、そうです。中学校から私すぐにもう引きこもりになっちゃって、全く何もやってなくて、あの唯一だけ 美術部で油絵をやっとったかな。絵描くの上手なんですか？私的には欠けてると思うけど、まあ、みんな普通の人たちからしたらあまりって画伯って言われる部類に入るらしいでしょ。うん、私的にはそう思ってないけど、うまく描けたものでもなぜかこうなんか、まあ、ポコチャっていう配信とか動画アプリで、今配信されてるんですね。あ、そうですそうです、してますね。あ、ポコチャっていうやつですね。あの有名なやつですね。あ、そう、毎日やってます私は。あれってなんかランクみたいなのがあるって聞いたんですけど、あのなんかどのランクなんですか？ S ランクです私は。 E から S まであって、で今 S が一番上なんで S で。この S は大体どのぐらいの期間維持してるんですか？もう1年、もうすぐしたら1年の S になってから。ああ、すごいですね。おこちゃの S ライバー1年ぐらいって言ってましたね。はい。これって結構すごくないですか？ですね。S に行くのは結構簡単なんですよね。維持するのが難しいですよ。そう、ね、行くのは簡単だけど、これをずっと維持するっていうのがなかなかできるって、みんな。おー、1年維持ってすごいですね。見てくれよりみんなのおかげなんです。こちらに来てくれたりとか、まあ、S とは思えんってはよく言われる。その S と思えんような感じでこうなんかで、ね、うん、友達みたいな感じで接してくれるっていうのが結構いいんじゃないですかね。まあ、中学を卒業して高校は行ってたんですよね。最短で行きましたね。最短ルートで。最短ルート、
があるんですね。ちょっと分かるんですけど、どんな感じなんですか。通信制のやつがあって、うんうん、でそれでまあここで働きながらだって、うん、まあ、なかなか行くこともできないので、うん、通信制でレポートっていうのをして、うん、もう取れるだけの単位を取って十、うん、何科目を一気に取って1年で卒業しました。3年分とか4年分のギュッて凝縮した人の数もすごかったし。じゃあ中学を卒業して、うん、チームコナンドルに入ったんですね。すぐ。そうですね。アイドル目指してたんですかね、中学校で行くぐらい。いや、そんなことないです。まずここに来るときにアイドルがあるっていうの知らんかって、普通にあのメイドさんとして来たかったんです。メイドさんとして応募しに来て、うん、でその時にあの歌のテストとかがあって、うんうん、ちょっと1曲歌ってみてみたいな、で1曲歌った後に、うん、プロデューサーからちょっとアイドルやってみにって言われて、うん、嫌でもなかったし、まあいいかなって思って、メイド服も着るしいいかって思って、でやり始めたのがきっかけだったかな。おじもおさらいのポコちゃんのエスライバーですよね。すごいですね。流れに流れてこうなりましたね。ということはもちろんアイドルといえば恋愛は禁止ってね。待てのほかです。AKB とかルールはもうほぼほぼ一緒だと。一緒ですね。もう暗黙のルールだと。暗黙のルールですね。ほんまにアイドルの鏡ですね。ここはもう固く守ってるってやつですね。守ってます。お客さんとかであの遊びに行こうよと。まあ結構あるけど全部断ってますね。はっきり曖昧にこう返事するのも申し訳ないので、相手に無駄に期待するのもそこはもうはっきり断ってます。あ、そうですね。チームコニャンドルの歌で自分が得意な歌とか好きな歌って何かあります？好きなピンクスノーファンデーションっていう曲が一番私は個人的に好きかな、うん、冬の曲なんです。ちょっと長いんだけどタイトルが長いんですけど、結構可愛らしい感じのやつで、それが一番気に入ってずっと前から。でも今一番人気って言われたら、まあ、最新曲の未来永劫アイドル宣言かロマンティックドライブで、この2曲が多分だいぶ人気だと思う。ホームページとか見てくれたり、私のツイッターを見てくれたりとかしたら結構流れたりしてるんで分かると思います。じゃあ最後にファンの方にね、うん、一言ちょっといただけたらと思います。お気持ち。ま、程よく頑張るんで、程よく無理せずに応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。あの、ありがとうございます。応援ね、もさせてもらいます。ありがとうございま す, います。 YouTube のチャンネルリンクは説明欄に貼ってきますので、チームコニャンドル YouTube チャンネルね、見てください。それではありがとうございます。では、ありがとうございます。はい、はい、あとはちょっとね、ちょっとあの初めて言うのこう、なんかこう、なんかあるんですか、こんな感じこうあるんですみたいな。え、そんなんないなんかこう、初めこうやってこうえあるですみたいな。え、何それ。え、何がある。何もないんだけど。あ、ポコちゃんみたいな感じで女お願いします。全身はいらんの。上半身だけね。ちょっと皆さんおはようこんばんち。皆さんおはるこんばんち、はるでーす、イエーイ。あったかな。あっきりですよ。はい、ということでメイドライブカフェニャンニャンさんで楽しい時間過ごさせてもらいました。ありがとうございます。まずありがとう、本当にまた来させてもらいます。気をつけていってらっしゃいませ。
ということでどうでしたでしょうか。もうはるちゃんとねいろいろ、お話ができまして、はるちゃんのことも聞けましたし、はるちゃんとねあのベーコンステーキ食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。すごいめちゃくちゃ肉厚だし、お値段もリーズナブルなんでおすすめだと思います。メイドカフェにゃんにゃんさん、動画がいいなと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、高評価よろしくお願いします。それじゃあバイバイ。今日は俺かけます。